回は少し気になってたことを試してみる検証動画だよ。皆さんはマロウ小説は好きかな？私は大好きです。チート物とかはちょっと飽きてきたけど、それでも夢があるんだよね。ああいうのにはよくある未来の知識で過去の世界で活躍する憧れるよね。だから戦国時代真っ只中の織田家に未来知識と技術を持った人が転生。織田家はその知識を生かして世界統一。そんなことが可能なのか調べてみるよ。もし可能なら夢が無限に広がり、不可能であれば皆様の夢をバッキバキに破壊できるね。さあ1444年に転生完了。ここから現地人に未来技術をルーツしよう。このモッドでの技術は2000年代くらいまで再現が可能だけど、だいたい1900年代とそこまで格差が表現できていないから、与えた技術に諸外国が追いついてきたら終了とするよ。これで織田家は最先端の精度を持ち、積み重ねた外交的技術を保有し、弓矢で攻撃する時代に T-14 という戦車を保有する無敵国家となったね。よし、私がやるべきことはなした。あとは現地の人たちの可能性を信じるまでだ。頑張れよ織田家、夢を与えてくれよ織田家。あれ？織田家は？何ここは、大友家？一体この500年で何が起きたのだ？そして芯が大きすぎる、なぜだ？時を戻したよ。それでは、織田家の様子を見てみよう。織田家は、すぐに足利氏に宣戦布告し、倒幕したみたいだね。周辺国は、未来技術を持った織田家に恐れをなし、連合を組むも、技術差のせいで格好撃破される、そんな現状かな。そして織田家は、北海道を足がかりに大陸へ。ここでおそらく、遊牧民の勢力に大陸領を譲り渡すか、取られたかしたんだろうね。おそらく技術ごと。そして織田家は、一時は大陸領を奪い取るも、九州で大友氏が反乱。おそらく技術が流出した研修助身、そして大友氏に押され、その勢力は弱まり、一時は、中国本土に築いていた領土もこの頃には、喪失する寸前に。そして、大陸領の遊牧民が、おそらく、研修助身の指示をもってして独立。その領土もろとも合わさり、満州へと変態。150年前は、唯一の未来技術保有国織田家も、技術の流出から、北海道の一部族となってしまったね。最後は、その北海道も追い出され、台湾のみの領土に。これからは、未来技術を奪い取り、中国から、その北の広大な領土を保有することとなった満州にフォーカスするよ。満州は、私でも引くほどの勢いで中国近辺を侵攻。東南アジア諸勢力、インド北の諸勢力、大国ロシアを一度に相手取っていることがわかるね、化け物かな。そして、さらに秦へと変態。日本から始めたはずなのに、結局は中国に戻ってしまう、世界の不思議な体験できたね。その秦は、日本には手を出さず、そのまま三方向から西に向かって進行。さらには、北米に植民もしていたようだね。開始からおよそ300年。技術の流出の恐怖を体感しながら、動きのない地図を眺めていたけど、意外と東南アジアに進行しているようだね。最初は頑張れよ、おたけって、軽い気持ちで始めたけれど、いつの間にかもうやめてあげてよって思ってしまう不思議。そして、おそらく茶ヶ台は属国化しており、ここで属国併合。この併合で決定的に、ロシアと戦火を交えることとなるね。プレイヤーだったら、絶対にやりたくないほど広い戦線を持っているけど、大丈夫。そう、AI ならね、ここら辺でロシアと大きな戦争をし、ロシアから広大な領土を割譲。ちなみに、台湾織田家はすでに途絶えているね、かわいそうに。AI に沿線気分なんてものはなく、インドと並行して、ティムールにも侵攻。東南アジアの勢力図は、この感じに満足しているようだけど、インドはまだ侵攻が足りないみたいだね。大友氏とは、同盟関係にあるかと思ったけど、大友氏に朝鮮半島を取られているから敵対関係ではあるんだろうね。ここらで西洋国に恐れられたオスマンがトルコに変態。そのトルコをボッコボコにしたロシアをさらにボッコボコにするシーン。まさに弱肉強食。リアルといえばリアルなんだろうね。少し醜いけれど、西に目を向けるとオーストリアが勢力を増し、フランスは植民にかまけてイギリスに大陸領への侵攻を果たされてしまっているね。植民しすぎるって、どっかの国かな？ここらで、再度ロシア侵攻があり、またしても大量の不毛な領土を獲得するシーン。
先にインドに進んだ方がいいと思うよ。時は1960年、そろそろ技術差がほとんどなくなってきた頃合いのここらで終了。織田家？何それ？ロマンの塊、転生をゲームを通して検証してみたけど、一つ分かったことがあるね。技術の流出は怖い。我が社も、技術に関する規約、あった方がいいかな。